はい、今回はアンタイトルドグースゲームというゲームをケイと2人でね遊んでいきたいと思います。はい、やってきます。こちらのゲームはですね、僕とケイがなんとガチョウになってですね、街を徘徊し人々にいたずらをしちゃおうという、とっても面白いゲームになってます。はい、面白いゲームになってます、はい、例えば歩く人々の靴紐をほどいたりだとか、人のね農園を荒らしたりとか、食べてるものを盗んだりとか。ひどいね。ね、もうそう、人間がやったら捕まってしまうようなことをガチョウのね可愛いフォルムでできるというゲームになってます。素晴らしい。はい、早速ねケイと2人でやっていきたいと思います。はい。ガーから、はい、ガーが鳴きます。お、来た、かわいい。お、はい、こっちのコブがある朱色みたいな方が僕です、うん、今鳴いてる方が陽一です。はいはいはい、呼んで羽ばたきます。羽ばたけ、羽ばたけ、かわいい。羽ばたいてない。タイトルコール。はい、来ました。タイトルのグースゲーム。あ、これでも始まったんか。うん、早速このサンドイッチ食べていこうや。早速食っていくか。うん、人間の食い物や、うん、食っていけ。食おう食おう。あ、これ食うとかじゃないんか。水に沈めとこう。いいね。うん、じゃあまずここの農園かな。あ、なんかある。入れない。これつつこうや、つついて。あ、つついて穴開けるか。そう、迷惑や。おらおら、あ、スコップ、あ、スコップ来た。あ、戦える。あ、なんか来た来た、おじさん。あ、開けてくれたわ、どうも。あー、やばい、俺、あ、スコップ、スコップ、絶対、うん、あー、やばい、返して。そのうちに入るわ。あ、農園に侵入する。怖い、殺される。まあ、普通に害獣。やばい、殺される。で、人参を加えて、ここに入れる。全部引っこ抜くか。こう入れたらいいか。はい、お手伝い。お手伝いして。いいやつ。かぼちゃも。かぼちゃ重そう。あ、もういけるんや。かぼちゃいける。首もげそうや。はいはい。ああ。もうクソガチョ。おじさんも優しいな。うん。追い出せ。こんなの銃殺や。じゃーん。かわいそうや、こんなガチョに侵入されて。そうそう、トゥードゥリスト、じゃあ見てみるか。トゥードゥリスト。ね、なんかね、トゥードゥリストっていうのがあって、このリストに書いてることをこなしていくみたいですね、うん、なんで次はおじさんを濡らすっていうのをやってみましょうか。じゃあ、あ、上路ある。あ、ここになんかあんねん。あ、ここに、ここなんかあるやん。ウォータータンクだ。あ、いけた、濡れろ。あ、閉められた。この程度じゃ濡れんか。濡れるって どのレベルの濡れるやろ。あ、これスプリンクラー。あ、スプリンクラーや、うん、スプリンクラー、外からあれひねれるから、ひねってみよう。ほい、あ、来た。止めて。あ、オッケー、オッケー、来た、オッケー、オッケー。さあ、まあ見やがれ、人間よ。かわいそう。じゃあ次のトゥードゥ、はい、うん、おじさんから鍵を盗む。いけ、盗め、うん、鍵っておじさんの腰になんかつけてるやつ。わからん、つけてる。おじさんからやか。あ、なんかある。あ、違うな、なんかあるわ。おじさん、遊ぼうよ。はい、鍵取った。余裕やな。余裕や。人間なんて余裕や。次は、うん、おじさんに麦わら帽子をかぶせる。さっきあったな、麦わら帽子。なんか、台がいるな。台というか、どうするやろ。ジャンプはないし。これや、このクーラーボックスや。乗れるかな。あ、おじさんが。あ、やめて、返して。麦わら帽子かぶせるって、今おじさんそもそも帽子かぶっとるよね。うん、おじさんのまず帽子脱がせるんじゃね、これ。どうやって。どう、しゃがんだら、しゃがませる行為をする。なんかあるかな。あ、じゃあすねをちょっとずつ攻撃しよう。うん、すね攻撃しよう。ほらすねじゃないか。他のトゥードゥからやってみるか。一旦熊手を池に落とす。余裕やな。綺麗な食後手でちょっとおじさん誘導しとくわ。そのうちにゴミ捨てで先に行け。そろそろ殺される。そろそろ銃持ってきてもおかしくないぞ、これ。いやー、王子。はい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 、いやいやいや、脱出。
おお、これを湖に捨てる。はい。はい、落としちゃった。ほら、お前の大切なものを。害悪すぎる。次のトゥードゥー見るか。ピクニックを開く。サンドイッチ、リンゴ、かぼちゃ、人参、ジャム、水筒、ラジオ、カゴを一箇所に集めるのかな。この辺やな。この辺か。サンドイッチが浮かんでる。よし。サンドイッチもびしょびしょやけど。よし。よし。で、あとジャム瓶。ジャム瓶とラジオ。よし。揃ってきた。あ、取られた。返せ。お前のもんちゃう。おじさんのや。おじさんのものどんどん取っていくやん。かわいそう。もらうで。よし。これでいいんちゃうか。さあ、全部持ってきたかな。うん、あと何がいるんだっけ。カゴはあるやろ。サンドイッチ、リンゴ、かぼちゃ、人参、ジャム、水筒、ラジオ、カゴ揃ったくね。集める場所が違うとか。あ、なピクニックって言うたらレジャーシートやから、どっかレジャーシートかなんかある。あ、あった。あ、こっちか。ここだ。あった、ピクニックレジャーシート。持っていこう。持っていこう。あ、かぼちゃおじさんに持ってかれてる。せれ。あー、おじさんが。あ、ラジオ取られた。奪われたものを取り返す。よし、あとは逃げるだけ。おお、できた。あ、やっとできた。おじさんの指輪。あ、おじさんがハンマーで指を打ちつけるってあるけど、なんか新しい行動に。怖っ。おじさん指詰めな。指詰めるか。小指かな。小指、まあまずは小指やね。あ、ハンマー、ハンマーある。あ、ガチョウ禁止みたいな看板できとるね。ほんまや。ついについにできんか。入ってるけど。いや、ハンマーあるから。引っこ抜けた。引っこ抜いたで、おじさんこれで好きなだけ立ち入れるわ。あ、これもう一回打ちつけんじゃね。あー、そういうことか。ハンマーで。なるほどな。ガチョウ禁止を。ほんまや。で、肝心のおじさんがいないけど。あれ、おじさんどこ行った。おじさん、おじさん、あれ、おじさん。おじさん消えた。喪失。いや、マジでおじさん行方不明。あ、いたピクニック片付けしよる。ピクニック片付けられよる。いいやつや。お片付けのできるおじさん。あ、看板引っこ抜いたで。どうよ。どうよ。で、元の位置に戻して、あ、で、傾くからハンマー使うんじゃね。で、せーの。はいはい、はい、おお、いった。かわいそうに。よーし。そう。あ、倒れた。今だ帽子を盗め。あ、盗めんかった。ほら、おじさんもう一回やれ。あ、失敗や。もう一回やって。ほい、取った。いや、これで麦わら取るやろ。これで帽子ないなったから麦わら取るやろ。ちょ、あー、かぶられた。もう一回か、これ。ハゲ取ったな。これ、そりゃこんなガチョウ持ったらハゲるわ。ほら、よっしゃ、取った。で、他のもので、あ、麦わら来た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 。はい、よーし、クリアした。クリア。おじさんの指ずたぼろや、こんなん。コンプリート。じゃあ次のステージへ。で、あ、街に出てきた。はい、ということで今回は2人でね、ガチョウになっていたずらをしてきました。もういたずらっていうか半分犯罪だったけどな。でも可愛いね、ガチョウになって、うん、いたずらするのはいいですね。いいですね。はい、ノイローゼ。ノイローゼ攻撃。あっち行け。おー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 、取っていく。あれな感じでね。はい、こんな感じでいたずらをまたね、次回やっていきたいと思います。それではまた。はい、じゃあ、はい、さようなら。ご視聴ありがとうございました。ゲイです。今回はガチョウになってみました。ガチョウが人々のガチョウを料理する、なかなかイケてるゲームでした。またゲームオーバーもないので、ゲーム初心者でもとっつきやすいと思われます。デザインも素敵でおしゃれなので、僕は結構気に入りました。
パート2もいつになるかわからないですが、いずれ上げると思います。ではまた、ごきげんよう。